広い地域復興支援ゲームということですけれども、なんか3000人を超える多くのサポーターの皆さん来てくださいました。嬉しいですやっぱりね。はい、そうですね、今日のだから3000っていうね、はい、だから3000っていう数字は聞かないんで、ね、本当にありがとうございます。はい、3000人を超えるお客様の中でのやっぱり勝利っていうのはね、本当にサポーターの皆さんも共に喜べるというのがとても嬉しいかと思いますが、さあ今日の試合振り返っていただきたいと思いますけれども、先日は笠原投手でしたけれどもいかがでしたでしょうか。そうですね、新潟出身のね、笠原投手でしたけども、まあ、そんなに悪い投げじゃなかったんですけど、今日どうしても勝ちたかったんで、ちょっと早めに継投をするようになりました。内容的には悪くなかったんですけどね、今日はこんだけ来ていただいてるんで、なんとか、ジャイアンツにね、勝って、カップ試合を皆さんに応援したいと思ったんで、必死でした。はい、監督の思いに応えるかのように、また投手陣も、そして野手陣もしっかり出てたんじゃないかなと思いますが、いかがだったでしょうか。はい、本当にね、ピッチャー、あと継投したピッチャーにしてもバッターにしても、まあ、もちろん攻撃でも守りでもね、本当に皆さんたくさん応援していただいた思いで、ね、集中して本当に一生懸命やってくれました。本当に皆さんありがとうございました。新潟もそろそろ梅雨明けということになりそうですけれども、これから暑い日が続きますが、試合の方も暑い試合を見せていただけますでしょうか。はい、ジャイアンツは明日ももう試合行くことがありまして、明日は元気ですね、今オリンピックもありまして、オリンピックも見なきゃいけないでちょっと眠そうが過ぎてますけども、お時間がある方は明日も元気ですけども、ぜひ球場に話し合う